はい、というわけで新企画発動、特産 TV 的オリンピック会場視察の旅。コメダマラソン会場がどこになるかとか、まあいろいろ物議を醸しました。いやいやいや、そうですよ。で、視聴者の皆さんも多分どの競技がどこで行われるか多分あまり分かってないんじゃないかと。実際僕らもそうだと思います。野球ソフトとかってまずどこで始まるかって全然分かってない。そうでしょう、そうでしょう、多分ね、というわけで、我々が注目する競技をどこで行われるかというのをチェックしに行ってまいりました。はいはい、当然まずはこの競技、はい、野球女子ソフトボールです。よし、どうぞ。女子ソフトといえば、先日行ってきましたインドネシア女子チームの練習に潜入したり、実際にソフトボールを体験したりと、その面白さを絶賛体感中なのですが、やはりなんといってもこの方、日本の女子ソフトボール界を牽引してきました。以前お会いしたこともある上野由岐子さん、この方も日本代表として健在です。2008年の北京オリンピックを最後に競技が除外されるも、今回復活、2大会連続の金メダルを目指します。そんな女子ソフトボール、そして野球が行われるのが福島県福島市県営あずま球場。2020年7月22日、この球場で行われる女子ソフトボールの試合から東京2020オリンピックがスタートしていきます。オリンピックに向けて最高のコンディションの球場が完成していました。なんていうことでしょう。このオリンピックに向けて、もともと天然芝だった球場から全面人工芝、排水設備、外野の壁からベンチ、スタンドと全てを完全にリニューアル、最先端球場へと進化させたそうです。福島県は野球人、ソフトボール人を応援しています。というわけで、福島県に協力いただき、 IOC バリに球場をチェックしてきました。これが新しくなったあずま球場、すげえ。これすごい、これはすごいわ。全面人芝の、バキッとなってます。すごいわこの広さ。実はこの日、オリンピックのテストイベントとして日本女子ソフトボールリーグの公式戦が行われる予定で、入念な準備が行われておりました。魂入ってるね、審判さんも。やっぱりしちゃいけない、いいプレーをしてもらいたい。そうだね、我々審判サイドはそういう気持ちでここで史上来年、オリンピックの野球ソフトが開催されると。まさにここに選手座るわけですね。これはね、ちょっとね、どこのメディアよりも早くお届けしてると思いますね。ここで女子ソフトがまた世界一を取り戻すという戦いが始まると。世界最高レベルの日本女子ソフトボール界、そのリーグ1部で首位を走り、日本代表に何人も選手を送り込むビッグカメラ高崎のとんでもないスピードノック、ご覧ください。
がだったでしょうか。もはや芸術ばりのスピード感。そしてもちろん上野由岐子さんも代表として活躍してくれるでしょう。世界がその右腕に注目しております。そしてこの日の試合後にはオリンピック300日前イベントも開催されていました。ボールと触れ合う地元の親子野球教室や福島と横浜の子供たちの交流試合も行われ、オリンピック会場でのプレーを体感していました。うわちなみに今回のオリンピックでは安全性などが管理されたギャップ食材が選手村で使われるそうで、福島県の食材も採用されるのを目指し、今回試食会が行われておりました。どうぞ、やけどしないように。うん、あ、うまっ。うわー、絶対うまいじゃん。うまいめ、うまいべ。現場からは以上です。オリンピックの取材も行きたい。兄貴が本を出しました。野球投手編成をかけた究極の一冊。ピッチャーもバッターも読む価値ありです。11月22日いい夫婦の日に発売です。さらに徳さんのバッティング編、守備編も現在発売中。野球人の成長の一助に。ライパチも本出したり、